男子テニスのコロンバスチャレンジャー、アメリカ、コロンバス、室内ハード、ATP チャレンジャーは20日、シングルス準々決勝が行われ、世界ランク429位の中川直樹が第1シードの CU バンクス、アメリカ、鬼6、7の6、7対4、7の6、7対4の逆転で破り、ATP チャレンジャーで初のベスト4進出を果たした。 27歳の中川は今大会、補欠として本戦入りの待機をしていたが、開幕直前に本戦欠場者が出たためオルタネートとして本戦入り。1回戦で世界ランク460位の J ・ジョーンズ、イギリス、2回戦で同870位の A ・ベルナール、アメリカ、を下して8強入りした。準々決勝では世界ランク116位の強敵 U バンクスと激突。 1> 第1セットは2度のブレークを許すなど自身も一度もブレークを奪うことができず落とすも、第2ファイナルセットは接戦の末に2度のタイブレークを制した。最後はラリー戦から U バンクスのショットがアウトになり勝負あり。2時間27分で逆転勝ちを収めた。準決勝では元世界ランク14位の K エドモンド、イギリス、と対戦する。エドモンドは準々決勝で第6シードのエーシェルバイ。 ヨルダン、オストレートで下しての勝ち上がり。同日には世界ランク143位のトゥロター・ジェームズと同253位の N ・バサバレディ、アメリカ、が4強入りしている。